はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日家系会ということで、僕がね今日どこに訪れているかと言いますと、珍しくね東京駅です。というのも、空の色さんというラーメン屋さんがありまして、そこが新たにですね、この東京駅の地下ラーメンストリートに革新家さんという家系ラーメンのお店をオープンします。で、本日なんですけれども、まだ営業前レセプションでですね、特別にいただけるということでしたので、今回並盛りをもちろんいただきつつ、すり鉢持参しました新しい家系ラーメンを並盛りでいただいた後に、すり鉢でねがっつりと大食いしていきたいと思います。で、こちらのお店さんなんですけれども、名前の通り結構ね革新的な要素がたくさんありまして、まず家系では普通使わないような麺を使用していたりとか、また一味と違った新しい家系ラーメンになってるということで、めちゃくちゃ楽しみなんですけれども、もちろんですね本日大食いするということで、現在時刻はね2時半なんですが、何も食べておりません。美味しい新しい家系ラーメンとライスとともにねがっついていこうと思います。ということで、本日いただきますラーメン到着しました。まず一杯目はね、通常提供しているいわゆるこの特製のラーメンですね。スペシャルの特製になりますと、ロース、モモ、バラとチャーシューが3種乗っておりまして、海苔と、早速ね、こちらいただきます。ちょっとひとまずスープからいただきます。うわー、なるほどね、まろやかだわ。この骨系のね豚感しっかりあるんですけど、背脂系のね油感っていうのかな、そういったのがスープにしっかり溶け込んでまして、ほんとまろやかで滑らか、ガツンと感もありつつ優しさっていうのかな、これは癖になるわ、止まんない。せっかくなんでね、いっぱいチャーシュー乗ってますんで麺届きませんし、一回チャーシューからいきましょう。まずももですね。もも肉はこんな感じ、色味ぴったり、薄さもぴったり、もう食べる前からわかる美味しいですうん、あ、溶ける。チャーシューに関しては3種類あるんですけれども、全部ね作り方とかも違いまして、ロースは低温調理、バラ肉は煮豚で、家系といえばのモモは吊るし焼きということで、こんだけチャーシューあってもね全然足らない、もっと食べたい。ちょっと煮豚のバラもいきますか。うまっ。いやー、この麺絶対美味しいぞこれ。うん、あ、もちもちあ、うまっ。あ、麺がうまい。革新家さんの麺なんですけれども、家系では珍しいような小麦粉を使った麺らしくて、もちもちプルプル。もうスープと合うわ。あ、ずっと食える。そしたらこの辺りでね、これご飯物いきましょう。こんな感じでですね、これ削られたガーリックがビシッと乗ったご飯物となってます。ちょっとせっかくなんで、この卵黄を崩しまして。うまそう、うまそう、うまっ、うまっ。もうこれを丼で食いたいわ。うまっ。一瞬だなこれ。ちょっとうますぎてですね、まだご飯残ってるんですけど、ラーメンの方全部具材なくなっちゃいましたただね、このスープももったいないので、これこのご飯の方にスープかけましてよ。
そしてですね、ただいまこちら1杯目完食させていただきました。一旦まずはね、ごちそうさまでしたということで、この後特製のすり鉢のラーメンが来ますので、そちらの完成までもう少々お待ちしたいと思います。ありがとうございます。あ、よかった、ちょうどいい。ということで、ただいまですね、こちら特製のすり鉢の一杯が到着しました。麺自体は、ね、7玉入ってますんで、もう物量で言ったら約7人前でございますね。一杯目にですね、結構食リポだったりとか、このラーメンの説明をしたので、2杯目はもう純粋にシンプルに大食いで楽しもうということで、せっかくですから、どっちかわかんないけどタイマー置いておきます。このね、デカ盛りをどれぐらいで食べたか、そんな部分も楽しんでいただきながら、この後のね、動画見ていただければと思います。そしたらこちら出来たての一杯いただきます。よっしゃー、いや、目でもうまい。この革新家さんの海苔は高級海苔ですから、この特別な海苔もちょっとくるんじゃいまして、うわ、うん、すげえな、もう香りが段違い、うまっ。そしたらね、普段のこの家系の撮影であればめったり味変はしないんですけれども、せっかくこのすり鉢作っていただいてますんで、このタック状にありますニンニク味噌を使ってちょっとね、味変していこうかなと思います。これは絶対うまいと思うんですよ。ちょっとずつ溶きまして、あ、香りが一気に変わる。うんまっ。これめちゃくちゃ合うな、ニンニク味噌。一気に濃厚味噌豚骨になるわ。このニンニクの香りもいいな。すいません、ライスとかってお願いしても大丈夫ですか？お願いします。このニンニク味噌はライスないともったいなすぎるわ。めちゃくちゃ合います。あ、うまっ、うわ、うまっ。じゃあ続いてここでね、あの通常のおろしニンニクですね。よいしょ、うん、せっかくニンニク使うので、これ海苔でニンニクでこの青物をしっかりあえて、スープ浸した海苔と、
並盛から大盛行くまでにカメラ切ってありますので、大盛り始めてからの時間カメラに表示されてるんですけど、まだ10分ちょっとですね。7人前10分ちょっとです。一瞬です。本当に最後ですんで、ずっと気になってた味変ですね。スティーブ・ジョブズ入れたいと思います。でもこれ普通のお酢じゃなくてリンゴ酢ってのがまた斬新ですね。あ、うまっ、うまっ。個人的にはなんですけど、家系に普通のお酢だとやっぱりこう香りが強すぎて家系の香りが飛んじゃうなっていう部分があったというか、でもこのリンゴ酢であればしっかりとこの甘みだったりとかまろやかな酸味でベースの家系の美味しさは全く損なわないというか、うまっ。うん、革新家さんにはいわゆる汁なしのようなねメニューなんかもありますので、そっちなんかにねこのリンゴ酢なんかをかけたら絶対うまいと思います。そしたらこれ具材最後の塩卵ですね。ということで、ただいまこれ革新家さんの特製デカ盛り完食させていただきました。ごちそうさまでした。いやー、今日はですねこの東京駅地下に新オープンされる革新家さんで美味しいラーメン食べてきました。僕自身もですねいろいろと家系が好きでいろんなお店食べ歩いてるんですけど、確かにねこれは名前の通り革新的、他のお店じゃなかなか食べられないですね。ラーメン自体はこの油の旨味だったりとか醤油の香りもねちょっと普通とは違いますし、それ以外にはもちろん麺も違うと、見た目味ベースはね家系なんですけれども、また新しい出会いがある、そんな美味しい一杯でございました。プラスねこの味変アイテムなんかも本当に他店では見れないようなここだけの唯一無二な調味料たくさんあります。ぜひですね新幹線もありますし旅行のついでにこの革新家さんで美味しいラーメン食べてみてください。これは間違いなくみんな好きだと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは明日概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。